皆さん、今日も一日お疲れ様です。本日も、ゆかりが最新ニュースをお届けします。お隣の経済業界、新コロナの影響も重なり、困窮に追い込まれている報道が、連日のように各業界で取り沙汰されています。そんな中、またもや格付け会社が動き出してしまったようです。お隣開発研究院 KDI が、新コロの拡大によりお隣の景気が急速に萎縮していると診断した。 KDI は8日に発刊した KDI 経済動向3月号で、新コロの影響が本格化した2月には輸出が C 国を中心に不振となり、内需も経済心理の悪化により萎縮していると判断されるとした。 KDI は今年1月までは景気低迷が緩和していると評価したが、2月からは新コロにより景気が急速に萎縮していると判断した。1月の全産業の生産は 0.5% 減少以下、前年同月比したが、操業日数が3日減少したという点を考慮すれば、昨年12月 3.9% 増と同様の流れが示されていた。現在の景気状況を示す動向指数循環変動値は1月に 100.5 で、前月より 0.3 ポイント上昇した。今後の景気状況を示す先行指数循環変動値も1月に 100.3 で 0.1 ポイント上昇した。しかし、新コロが本格的に広がり始めた2月、お隣銀行の製造業の季節調整の景況判断指数 BSI が前月の78から67になり、全産業の BSI が75から65へと大幅に下落した。2月初旬以降、C 国産の部品の需給に支障があり、国内の完成車5社において、すべて稼働率が下落し、チェジュ島の観光客は、お隣人マイナス 39.3% と、外国人マイナス 77.2%、共に大幅に減少した。製造業の生産とサービス業の生産に悪影響を与える要因である。輸出にも、新コロの拡大に伴う影響が反映された。2月の輸出は、操業日数の拡大により 4.5% 増加したが、1日の平均輸出額は、前月の 5.9% 増から 12.2% 減へと転じた。特に、対 C 国への輸出は、操業日数の拡大にもかかわらず、マイナス 6.6% と減少しており、自動車の輸出、マイナス 16.6% が大幅に減少するなど、新コロの負の影響が徐々に可視化していると評価した。ついに、お隣の週末が来た。すべてが崩壊し、何も残らないだろう。文明の崩壊だ。投票日が近づいてきてる。民主党は準備しろ。必ずや審判して、弊害を正してやる。来月の総選挙で民主党が惨敗したら、弾劾への期待感から景気良くなるでしょうね。3月以降は内需の消費も生活必需品以外は70から 80% が型落ちする深刻なドミノ現象が起きそうだ。信用格下げは企業のデフォルトの危険性を高めてしまうことにつながります。新コロナ発生する以前から格下げはたびたびなされていました。経済が困窮を迎える中での新コロの拡大、さらなる格下げには恐怖を感じてしまいますね。新コロの拡大、日本においても世界各国、人ごとではないほどの拡大を遂げています。さらなる拡大を防ぐため、経済への悪影響を防ぐためにも、日々の予防策、再度見直しつつ、迅速な対応をとっていくことが求められますね。本日も最後までご視聴いただき、ありがとうございます。本日のニュースはいかがでしたか？今後取り上げてほしいニュース、情報などあればどんどん教えてください。みんなと一緒に楽しいチャンネルを作っていけたら私も嬉しいです。チャンネル登録、高評価もお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。